こんにちは、黒戸和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は映画ブルージャイアント早速見てきました。こちらまだ見てない方も、もう見たっていう方も楽しめるようにこの動画を作ってみましたが、本当にあのジャズミュージシャン、現役ジャズミュージシャンから見ても本当に完成度の高い素晴らしい映画だと思いますので、ぜひ皆さんに見ていただきたいなと思うんですが、10倍楽しむ方法ということでですね、これ僕は漫画を読んでたんですね。で、今漫画連載中で、これの今3部をやってるところで、一部の最後までが映画の内容になっています。多分そうだろうなと思って僕も見に行ったんですけど、最後の最後ね、ちょっといろいろこう漫画と違うところがあって、そこはすごい面白いなと思ったんですね。だから、読んでた人も絶対楽しめるものになってますし、全然全く何も知らなくてジャズのことも知らない人が見てもとても面白い映画だと思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。というわけでですね、まあそもそもブルージャイアントってどういう内容か、まあ皆さんご存知かと思いますけど、サックスのね、宮本大君っていう人が、男の子が主人公で、その子が、全く素人からスタートして世界一のジャズプレイヤーになる物語になります。ただ映画に関しては素人のとこじゃなくて東京に行くとこから始まるんですね。だからそういう意味ではその3巻のところから始まるので、3巻までのお話はこれ分かってるともっと面白いと思うんですよ。なのでそこまでをここの動画でパパッとかいつまんでお話しするんで、これ見てから見てもらうと面白いかなっていうふうに思ってるのと、まあ、良ければ3巻までは、まあ、買って読むか、漫画喫茶で読んでもらうと、もう3巻まで漫画としても面白いですから、ぜひ読んでいただいてから見に行くととってもいいんじゃないかなと思います。はい、映画を見るメリットとしてはですね、まあどういう映画かというと、やっぱりその努力して夢を掴んでいく物語っていうところで、よしっていうこう思う瞬間がいっぱいあります。で、挫折なんかもすごくリアルです。あ、このまま行くかなと思ったらいろんな挫折があります。これが本当にジャズのあるある挫折をするので、これはすごくリアルですね。で、音楽を通して友情が深まっていくっていうのは、これは実際に本当にジャズミュージシャンとしてやってて友情が深まっていくっていうことも本当に起こりうる形の、僕らも今まで何度何度もあるあるの内容の雰囲気がいっぱい出てきて、もうこうツキンってくるっていう映画ですね。で、音楽はもちろんですね、上原ひろみさんが、音楽監督していまして、それがもう非常にこう漫画に即した形で作られててめちゃくちゃいいんですよ。現実的な描写が細かくてリアリティがあるということですね。この作者の、石塚真一さん自体が多分こうジャズバンドやられてたと思うんですね。だからかなり細かい描写があります。なので本当に面白いと思いますね。漫画読んでしまったからまあいいやって思わずにですね、見に行ってもらうと最後の結末とかちょっとね、あ、なるほどって思うようなシーンがあるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。あとやっぱりこうジャズあるあるなんですけど、こう成長していって頑張っていく人と支える人たちみたいな感じの心の触れ合いが非常に面白い漫画だなと思いますので、この映画ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、というわけで、以下レジュメになるんですけど、こういう内容で話していきます。見る前にしてるとより面白いかもということでですね、ここは映画は3巻から始まるということですね。それまでのエピソードが分かっていると、より面白いんじゃないかなっていうふうに思います。ネタバレではね、あるんですけど、ここまで見てからは映画がいいかもっていうところまでこう3つのチャプター作ってるので、そこまで見てもらってから1回止めてもらって、映画館行って見てからもう1回その続きを見てもらうと、おお、なるほどっていうのがいっぱいあるかもしれない。最後まで見てから行っても別にそのドキドキ感はなくはないとは思うんで、僕は漫画読んで全部内容知っていったけど、それでも十分面白いし、かなりこう感動したので全然いいかなというふうに思ってます。はい、主要登場人物のお話をします。この辺も完全にだからネタバレですよね。ちょっとネタバレになるので、ここからは、映画を見てから見るっていうのもいいかもしれないです。演奏のリアリティ、ここもちょっとネタバレが入ってます。はい、漫画との違い、この辺はもう完全ネタバレなので、ここら辺はもういろいろ知らずに真っさらで見たいっていう人は見ないでいただきたいなと思います。で、最後のエピソードは最高ですね。これは映画を見てからのお楽しみということで、ここの最後の内容自体はお話ししないようにしたいなと思います。それでは、始めていきたいと思います。まず映画は3巻からというところですね。まあ、見る前に知っておくとより面白いかもっていうところの部分ですが、漫画はね、現在3部が、連載中なんですね。で、まあ、1部が
この映画の内容と、2部はスプリームっていう編って言ってドイツ編になって、ドイツに行くんですけど、ドイツに行くお話、エクスプローラーはアメリカに行くっていうお話になってます。3巻までは結構面白いんですね。3巻っていうところまでに、要はメンターと出会って、要は全然我流でやってた人がメンターと出会ってぐんぐんぐん成長していく様っていうところが3巻までであるんですよ。なのでここはぜひ漫画で見てもらってから、そっから映画を見てもらうとちょうどいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあ、巌流からメンターとの出会いということでですね、ゆいさんという、途中でね出てくるんですけど、映画でもちょろ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 こうインタビューみたいな感じで出てきたりするんですけど、彼との出会いとか彼との関係を知ってないと、ちょっとこの映画の中でこう、あのここ知ってると面白いなと思う部分が、3巻まで読んでないと抜けちゃってるので、ここら辺のお話をしていきたいと思います。多分ね、ゆいさんはね、モデルは時秀文さんじゃないかなと思ってます。この写真を見ると、あの人だっていうのが分かる、漫画読んでる人は分かるんじゃないかなと思いますが、僕もね何度も何度も共演してますけど、本当にあの山下達郎さんのサックスは全部吹いてらっしゃるし、もうジャズのレジェンド中のレジェンドです。もうお亡くなりになられてしまいましたけど、素晴らしいサックスプレイヤーでした。まあ彼の雰囲気がすごい出てるかなっていうふうに思いました。人間的にもね、そんな感じがちょっとしましたね。まあ非常にこう、彼はそのバークリーに行って演奏して、すごいこうなんか、うまいのは俺はうまいと、感動させるまでは俺はできるんだと、お前は圧倒するっていうところができるんだよって言って、それが俺ができなくてずっと悩んでジャズが一時期嫌いになったみたいな、もう本当あるあるなんですね。ジャズとジャズ界であるあるですね。僕も一時期ジャズから離れたくなった時期ってありますからね。でもお前はずっとジャズ好きでいるよっていうところがあったりとかですね。ここはすごいいいシーンですね。で、あと3巻までですね、サックスをお兄ちゃん買ってくれたエピソードっていうのがあって、そのサックスをこう出すときにこう丁寧に出すシーンがあるんです、最初にね。でこれだから3巻まで読んでると、その出し方とか雰囲気とかって、そのなんかお兄ちゃんがちらって出てくるんですけど、そのエピソードが分かってる人からするとおっキュッてなると思うんですね。お兄ちゃんがそのサックスが大が好きだって言ってて、で初任給で、まあ、楽器屋さんに行くんですよ。そしたらその、ちょうど手頃なやつが 7,8 万であるんですけど、これぐらいですよって言われて、一番いいのくださいって言ったらやっぱり、40万ぐらいするんですね。でそれはもうお兄ちゃんがローンを組んで、買うんですよ。でその台に渡すって、値段も言わずに渡すんですけど、台はそれを大事に使ってるっていう、そういうエピソードがあるんですね。これ知ってると途中でチラッチラッて出てくる、グッてくるシーンがあって、それが分かってないと、なかなか普通にスローリーするようなシーンがいっぱいあったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、主要登場人物のお話をしたいと思います。ここちょっとネタバレですね。澤部幸則っていう、ピアニストですね、彼出てくるんですけど、これは、まあ、ピアニストとして上原ひろみさんが担当しています。声とか違いますよ、もちろん、違いますけど、演奏はもう全部彼女がやっているということでですね、宮本大工のサックス自体は諏訪馬場智明さんが、担当しています。で彼もね、ずっと、アメリカで演奏されてたので、玉田俊二君っていうドラムの役を石若俊君がやってます。彼だけ君付けなんですけど、僕何度かお会いしてるので、君になってしまってますが、本当に彼はもう若い時から、すごい若い時から知ってるので、本当に素晴らしい日本を代表するドラマだと思います。彼の演奏がね、本当素晴らしいんですよ。後で講述しますけどね、ここはぜひ見ていただきたいなと思います。はい、演奏のリアリティですね。まあ、ジャズミュージシャンから見て、もちろんジャズでこう、トップクラスでね、やってらっしゃる方たちの演奏なんで、もちろんそうなんですけど、ただただ演奏がすごいというよりかは、このまず石若俊君の、まあ、やっぱり最初叩くのはドラムが玉田君っていうのは初心者っていう設定なんですよ。はい、最初にね、まあ、要は8ビートをこう叩いて見せるんですけど、この8ビートがね絶妙に折れてるんですけど、僕も長いことね人を教えてるんで分かるんですけど、本当にこういうところで音ずれるんだよねっていうところでうまくずれて、でも形にはなってるよねっていうところで、こう短期間でここまで叩けたらおおって思うレベルだけど、こうよくあるあるのミスしてるよねっていうところがまずうまいっていうところと、セクション決めっていうのがうかっかっかって決めがあるんですけど、そこ全部ね普通こう上手い人ってこういろいろ配分を分けるんですけど、全部同じ音で叩いちゃってるんですね。これはすごいよくあるあるなんです。
最初のねライブでですねオリジナルの高速な7拍子を演奏するシーンがあるんですけどね、これがですね、もうギリギリ追いかけてってる感じの演奏が非常にうまいですね、あるあるなんですけど、なんか成立するためになんとかこう振り落とされてついてて振り落とされてついてってって感じがすごい良くて、でこれ漫画の中にも出てくるんですけど、なんかドラムとずれてるよね、でもサックスとピアノすげえなっていう、そういうこうお客さんのセリフがあるんですけど、まさにその感じがもう肉薄した感じが出ていって、本当によくあるやり方で、こう演奏をそのあんまり上手じゃない演奏をものすごくうまく表現してるなっていうところがちょっとびっくりしました。あまりにもすごくて、こういうところが非常にうまかったですね。回を重ねて上達していくんですけどね、これが1年半で成長するっていう感じが出てて、こうもうしゅんくんのもう本当にオリジナリティあふれる演奏っていうのは、多分最後の BGM とか自由にやってるっぽかったんですけど、多分1年半ぐらいでここまでいけるでしょうっていうところへんのラインをすごい守った演奏になってて、それがねちょっと感動的でしたね。サックスのねババさんのねインタビューも読んでも、やっぱりその、主人公に即した演奏をしてる、多分上原さんがこうやって仕掛けてきたから、あついていきたいなと思ったんだけど、主人公の内容的には大君っていうのは自由奔放にやって相手に合わせていくタイプのソロじゃないっていうことですね。だから、あえて、こう上原さんに合わせないように演奏したっていうふうに書いてあった。多分そうだろうなと思ってたら、やっぱりインタビューでそうなってたので素晴らしいなと思います。だから正直共演してるって感じではないですっていうふうに書いてあって、あ確かにわかるわかるみたいなとこがありました。そういうところがね、もし映画で聞き取れたらね、ぜひ聞き取ってきていただきたいなと思います。ジャズ演奏でねベースレスってのはかなりイレギュラーなんですよね。でそのベースがあるからジャズスイングって言われるんですけど、それはあえてない設定で一部書かれてるのは、3巻あたりにね作者の石塚さんが上原ひろみさんのライブ見てきたよっていう風に書いてあって、その時多分ひろみさんすごく左手をこうすごいこう低音聞かせて弾くタイプだから、だからひろみさんの演奏を念頭に置いて作ったんじゃないかなと思われるので、ものすごいだからそういう意味で映画にはマッチしてますね。そういうところら辺もね、なんかこうイレギュラーだけどすごい音楽的にものすごく完成してて、やっぱり作者の方がそういうところも感じ取って作ったんだなっていうところが、いや本当すごいなと思いました。そういうところもね分かれば面白いかもしれないです。はい、次漫画のリアリティですね。この辺かなりネタバレになるので、ネタバレダメだよという方はこの辺でペッてスイッチ切っていただいて、映画見てきていただいてから、それからもう一回、見ていただけるといいかなと思います。はい、じゃミュージシャンの葛藤ですね。このミュージシャンの葛藤が非常にこの漫画ではすごく事細かく描写されてます。レッスンシーンですね。これ3巻までもないので、これ漫画のみなんですけど、あのゆいさんがレッスンしてる人は褒めるんですね。で、まあ大君にはいつも怒ってるんですね。でも大君からは授業料取らないんですね。授業料をゆいさんが取ってないので、お父さんがお金をまとめたお金を持ってきて、これぐらい今まで無料でやってもらってたみたいですいませんって持ってきた時にね、それいらないですって言うんですね。ゆいさんがお父さんに言った言葉がすごく印象的で、面白いものってお金払って見るもんでしょう、だからあなたの息子さん面白いから僕はタダで教えてあげるんだよっていう話をしてて、これはすごいいいお話だなっていうふうに思いましたね。で最後のレッスンはね居酒屋で話すんですよ。で結局レッスンじゃないんですかって言ったら、話って大事なんですよね。結局心構えとそういったところがすごい大事なので、最後そこでいろいろ話すシーンとかもすごい感動的ですね。でこの、まあ、命題になってるというか、音楽の枠から外れる、もうこれは映画でも出てくるんですけど、こう澤部君がこう弾いててこう一緒に合わせてて、で今の音は何だと、この曲と関係ないだろうって言った時に、今思いついた音だから吹いたんだ、でもそれってその枠から外れるんじゃなくて、枠組みの中で外れなきゃダメだよ、枠組みの中にいればどんだけこう暴れても大丈夫なんだっていうシーンが出てくる。これもまたひろみさんの演奏が非常に素晴らしく表現できてるんですけど、ジャズってデタラメではないんですね。あるやっぱりロジックの中でこう音からこう枠組みからこうギリギリのところこうやっていったらちょっと外れてもいいんだけど、でないと共演する意味がないじゃないですか。だから相手との関係性をうまく取るためにこう際どいとこを取っていくわけですよ。ただ自由、思いついたから自由でいいって言ったら、それだったら一人だけでやればいいわけじゃないですか。でそこは葛藤なんですね。うまくなってくればなってくるほど整理された音楽、要は枠からはみ出さない音楽になっていくっていう、これはもうミュージシャンのずっとの命題、課題になると思うんですけどね。だから結局そのゆいさんもずっとそのコンプレックスを抱えてて、これはもうミュージシャンみんなそうなんですけど、うまいっていうのと感動は違うというか、僕はこれ書いちゃったんですけど、漫画の中で読み直したらすごい書いてあったのは、うまいっていうのは感動まではできるんだと、
で感動から圧倒っていうところまでいかないんだっていう話をしてて、あ、これ本当そうだよなと思いますね。すごく上手ければやっぱ感動するんですけど、人が圧倒されてこう飲み込まれるみたいな演奏っていうのはやっぱちょっと違うんですね。僕はあのエルヴィン・ジョーンズっていうドラマさんを亡くなる前何度も見に行ってるんですけど、まさにあれがそうですね。なんかこうどっちかというとエルヴィン・ジョーンズが構成を間違えたのは自分は分かったんですけど、だけどエルヴィン・ジョーンズの方がすごいみたいな、でもう圧倒されるって感じですね。もう飲み込まれるって感じで、音に飲み込まれるって感覚がありました。そういうのってね、本当にすごいミュージシャンにはあり得るんですよ。これ、海外日本問わずね、感動と圧倒は違うっていうことだと思うんですね。ここをすごくね上手に表現されてるね。で、うまいだけだとね、あるところでやっぱ止まっちゃうんですよ。だけどそのやっぱりこう音楽に対する思いとかかける気持ちとかそういったものとか、こう人生こういろんなものね、例えばその、日本で代表する日野さんもそうですけど、絵描きますよね。マイルスも絵描きますし、演奏の楽器の練習って後期ってあんまりしなくなっていくと思うんですよ。僕もあのもちろん基礎練習はやりますけど、あの演奏の細かいこうもう動いちゃうんで、もう長いことやって、皆さんも日本語の勉強ってそんなしないじゃないですか、今更ね。でも本は読むでしょみたいな、なんかこう芸術を美術を見に行ったりすると、なんかこう自分の心が養われていって日本語上手くなるというか表現力上手くなったりするじゃないですか。その言語を勉強すると上手くなるっていうレベルはもう超えちゃうんですね。なのでそこから先はこういろんなものをこうやったり、こういろんな経験をしたりとか、いろんな自分の心を磨かないといえば出てこないものだったと思うんです。なのでそのそういう大君っていうのはその上手くなることっていうのももちろん考えてはいるんですけど、自分の頭の中にある音っていうものに対しての、だから彼はすごい自信があるんだと思うんですね。なんか頭の中になってて、それが今までいろんな人聞いてもなかなかないから、だから俺は世界一になれると思ってるんだと思うんです。信じてるけどたまに不安になったりとか、それはみんなあって、そこら辺をものすごくうまく描いてると思います。音がうるさいと言われる、これもうほんとね、もうドラマーかつとあるある、ドラマーでこう、あ、耳が痛いと思った人も何人かいるかと思うんですけど、ドラムのうるさいっていうのは音量もあるんですけど、うるさいって思うのって関係のないことを横でごちゃ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 ちっちゃい声で言われても結構イライラするんですよ。うるさいと思うんですね。で音量じゃなかったりとか、フレージングだったりとか、あと音色だったりとかね、そういったものですごくこう葛藤する部分があるんですよ、ドラマーはね、特にね。これはね、映画では出てこないお話になってるんですけど、イパネマの娘っていう、こう爽やかなジャズの曲があるっていうか、まあボサノボの曲なんですけど、それをやってる時に、大君が 初ライブでこう思いっきり吹いて、お客さんに途中でうるさいって言って止められるっていうシーンがあるんですね。それお客さん佐藤さんっていう、こうその漫画のそのキャラクターになってるんですけど、そのおじさんに最後その東京に行く前にもう一回だけどうしても見てほしいって言って見て、そしたらおじさんがこう圧倒されるわけですよ。で、最後小声でギャフンって やったよっていうふうに言わせるっていうシーンが、もう僕めちゃくちゃ好きで、これ本当に素晴らしいんで、ぜひ漫画読んでいただきたいなと思います。ジャズのシーンの描写っていうことですね。ジャズの演奏シーンの描写ですね。映画のモーショングラフィックっていうのを使ってるんですよ。モーショングラフィックっていうのは、全部演奏先撮ってから映画を作ったらしいんですね。アシュン君の本語だなって思うようなところがあったりとか、そういう意味である意味すごく面白かったんですけど、で、あとタイミングがやっぱぴったり音と合ってるんですが、そのなんか、多くのコメントではなんかこうちょっとずれてて、その違和感があったとか、そこがすごく良くなかったって書いてる人が多かったですけど、僕は別にそこまで違和感感じなかったですが、確かに言われたらそのスピード感、タイミングは合ってるんだけど、その音の臨場感と違う、要はこうジャズってこうこうやって叩いてるわけじゃなくて、こうやって叩くんですよ。ものすごいこうゆっくりなところとスピードのところがあるんですけど、その感じがちょっと出てなかった気がしました。でも石塚さんの作画でこうピアノこうやってやっていったりとか、こうサックスをこうやってやって、こういろんなところからね、こうカメラ割りをしてやったりとかするところとかは、もう本当にその迫力があって非常に良かったなって、いいとこと悪いとこどっちもまああったけど、僕は全然そこまで映画の内容を損なうほどではなかったなとは思いますが、そういうの気にしてみたらまた面白いかもしれないですね。細かい楽器の描写があるということですね。サックスはですね、雪の中で長時間演奏は想像以上にきついんですよ。これ僕ちょっと持たせてもらったことがあるんですけど、野外の公園でものすごいさ、雪の降ってる時にサックスをこうちょっと触らせてもらったら、もう黒田さんこれ触ってみって言われたら、氷触ってるみたいなんですよ。でそれをこうここら辺の指がこう取れたですね、こう手袋をしてずっと吹いてるシーンっていうのがあって、これ多分不可能に近いよなと思いつつも、それをずっと頑張ってやってるっていうところが、その辺ね結構だから伝わってないんじゃないかな。寒い手をこうやってやってて、あ、ちょっと寒いぐらいだなっていうか、もう普通絶対できないぐらいのレベルの内容のものだと思います。そこら辺を分かってもらうと面白いかなと。
あとね、あのリードって言って、このこういうここにね、こうサックスのこうつけるやつのメーカーとかね、譜面とかね、描写がめちゃくちゃ細かくて、よくあるあるみたいなのがあって、このもうミュージシャンが見てても面白いなと思う内容でした。はい、ジャズライブハウス実情っていうことですね。これ面白かったんですけど、あのこれはあの映画ではなかったんですけど、漫画でですね、15人呼べたら誰でもいいよっ て最初のやってくれるお店がやってて、で結局、まあ、最終的にはお客さん3人とマスターしかいなくてっていう状況、これはまあ漫画と一緒なんですけど、その時にマスターがその、お客呼んでくれたらねぐらいしか言ってないんですけど、漫画では15人呼べたら誰でどんなバンドでも出してあげるよっていうふうに言ってるんです。これ本当にね、まあ、ジャズライブハウスのあるあるのお話だと思いますね。上達を応援してくるお客さんがいるっていうのがね、これ感動的ですね。これもあの見てなるほどと思った人もいると思います。映画でも出てくるんですけど、これあの僕も本当にいました。あなたのドラマ荒削りですごいうるさいんだけど、ずっと聞いてたいと思うっていう、でずっと君が成長する様を見てあげるんだよって言ってしょっちゅう来てくれたお客さんもいましたね。だから僕はそこはもうあの本当にもうドラムであるあるなんで、ちょっと泣きそうになっちゃいました。これ結構映画中何回か泣いたかもしれないですね、本当に。で、演奏する人の苦悩っていうのもものすごくねよく描かれてて、それが本当にねあるあるなんですよね。だからそういうこれ映画ではあんま出てこなかったですけど、レッスンやりながらしがみついていく人とかですね、売れないながらもしがみつく人、まあ、まさに俺じゃないとか思ったりとかですね、僕ありがたいこといろんなところでやらせていただいてますけど、これはですねもう本当ジャズに限らず、そのもうポップスミュージシャンでもみんなそうだと思うんですけど、売れる売れないっていうのはちょっとその時代もあったりとかタイミングもあったりする中で、ジャズっていうのはさらにこう全体の人口が少ないわけじゃないですか。でそこをこう石塚さんが分かっていただいて、これを広めようとしてくれるっていう気持ちがめちゃくちゃ嬉しいし、で実際に漫画の作風もものすごく面白いし、その画力もあるし素晴らしいなと思います。ほんで僕もこういう YouTube をやってるのはこれなんでかっていうと、ジャズのミュージシャン自分だけじゃなくて全体のお客さんのファンが増えれば、やっぱりジャズが好きでやってるから嬉しいなと思ってこの YouTube やってるわけですが、こういう売れないながらしがみつく人、レッスンやりながらしがみつく、本当にうまくて頑張っててでも認めてもらえない人みたいな苦悩がめちゃくちゃうまく描かれてて、まあこれあるあるすぎて読みたくないって人もいるかもしれないですよね。でフレッド・シルバーっていう、ソーブルーっていうこのね、まあブルーノートですよね、まさにね、もう店の作りから何からもうまんまじゃないかと思うんですけど、そのブルーノートに出てくるアルトサックスプレイヤーがですね、これがもう本当に、モデルケニー・ガレットじゃないのって僕は思ってるんですね。ケニー・ガレットさんですね。これ見ていただいた人とか、ああそうだそうだと思うか、これケニー・ガレットさんっていう人ですね。アメリカの素晴らしいアルトサックスプレイヤーでしたね。楽器も全く一緒だし、いつも被ってるこの帽子も一緒だから、まさにこの人をモデルにしてるんじゃないかなと思いますが、こういうところの描写もすごいこう分かる人にはああそれそれって思うような内容になってますね。第2部がなぜドイツかっていう、まあ、これももうネタバレ中のネタバレですけど、第2部はドイツに行くんですね。なんでアメリカに行かないのかっていうのは、これは師匠のね、ゆいさんに相談すると、一回帰ってくるんですね。仙台に帰ってきて、ゆいさんに相談してるんですね。で、その時に、師匠行った場所は最後にしたいと。だから、どこがいいって言ったら、まあ、師匠がフランスはいいけど、まあ、そこはオーソドックスすぎるから、今ここがいいんじゃないかって言って行くならドイツっていう、ドイツっていうふうには言った描写はないんですけど、それでそのままなるほど僕は考えつかなかったですって言って第2部が始まったドイツに行ってたっていうお話なんですね。ここら辺もね、知ってると、あこのもう飛行機で乗るところのまで行くんで、あこの後ドイツ行くんだと思ってると面白いかなと思いました。はい、漫画との違いですね。ちょっといろいろやっぱりネタバレこれありなんですけど、この漫画だとやっぱりどうしても映画でこう時間を縮小したいからっていうのもあって、うまいなと思う買い方だったのが、サーベとの出会いはね、本当はジャムセッションだったんですね。川北さんっていうところの、バンドは、でも本当は漫画では後で誘われるっていう、本当はジャムセッションで知り合って、でトイレでこう知り合って、で大工の方が映画ではこうサーベの方を一緒にやろうぜって誘うんですけど、これは逆で、澤部君の方がこの親指のね、ここ親指サックスってこう持つと、持つところがこうなんていうの、当たるんでこうタコができるんですよ。でそのタコができてるのを見て、あテナなのアルトなのって話が始まって、ここはもう本当にものすごくこうジャズミュージシャンあるあるなんですね。で、これは漫画では澤部君の方が誘って一緒にやろうぜ、俺と組まねえみたいな話をするんですけど、映画では大君の方が誘ってる形になってました。まあこれは別にどっちでも全然ね、内容的には全然良かったと思います。
で初心者玉田をね追い出すためにね別のドラマを連れてきてる来るシーンがあって、でそのドラマの子がいや俺はこのバンドにはついていけないよってやめてって、で玉田くんが奮起して俺が頑張るっていう風なシーンがあったんですが、まあ、その辺はちょっと省略されてましたね。あと恋愛要素、ちょっとずっと、大君が、思い焦がれてる女の子がいて、その子の内容は全部ごっそりカットされてました。だから恋愛系の内容が全くなかったのに、だからそういう意味では硬派な映画だったなと思いましたね。前半ね3巻までのとこはもう全部カットされてて、だからちょうど上京するところでその総ブルに出るまでのこう過程っていうのが非常に面白いところだったんで、僕もそうだろうなとは思ってたんですけど、前半もちょっとやるのかなと思ったらそこがかなりごっそりカットされてたので、ちょっとそこは残念でした。ゆいさんとのやっぱりねシーンは撮っといてほしかったなとは思ったりして、で最後のシーンはね漫画よりドラムがティックに作っておりますので、これはまあぜひ楽しみにしていただきたいなと。まあ、結局さっきの言ってたギタリストのね川北さんっていうのがですね、澤部くんにオファーをかけるんですけど、澤部くんが断るわけですよ。でそれでジャスのライブを見に来て、でちょっと感動してそこのお店にあるギター借りて飛び入りするっていうシーンがあって、それがすごい僕は感動的でしたね。すごく良いエピソードでした。これ辺全部カットされてましたね。でその後ツイッターでつぶやいてくれてお客が増えるっていう描写なんかもめちゃくちゃあるあるだなっていう風に思ってましたね。そういうのもね漫画読んで、映画見てってやるとなかなかこう面白いシーンがいっぱいあるんじゃないかな。映画見たのをきっかけにぜひね漫画の第一部だけでも全部読んでもらうと面白いんじゃないかな。大君はね初任給の給料でみんなで焼肉食べに行くってシーンがあるんですけど、大君は初任給はですね妹にフルートをですねお兄ちゃんが買ってくれたからって言って、ちょっと自分の今日のこのあれじゃなくてローン組んで、妹にフルートを、買って送ってるっていうシーンがあってですね、その妹はちゃんとですねゆいさんに持ってって見てもらって吹き方習ってるっていうシーンが、これがまたこう心温まるシーンだなと思う。ソウブルーの、ね、支配人と出会いが話すのはフレッド・シルバーさんっていうのは、さっきのねアルトサックスのライブを見てる時に支配人とパパッとたまたま会って、支配人とは分からずに大工と話すシーンがあるんだけど、これはなんか別の、ライブハウスで見てて、なんかたまたま知って僕はお前のライブ見に行ったんだよって言ってちょっと話そうかって言ってバーで話すシーンがあるんですけど、フレッドシルバーのね、フレッドシルバーってさっき出てきた、そこにピアニストが来れなくなったから澤部君を誘うっていうシーンが、これは映画にもあったんですけど、この支配人が、あんだけ澤部君に文句を言っていたにもかかわらず、急にオファーをしたのが、僕はこれちょっとつながりづらいんじゃないかなってちょっと思ってました。で、これ漫画には、支配人はですね、澤部君に言い過ぎたなって言ってる描写があるんですよ。すごく演奏が良かったからついつい言い過ぎちゃったんだ、彼はすごい若いしって言って、だから彼をそこのふっとそのピアノがいない時に彼を思い出してそこに電話するっていうシーンがあるんですけど、これ知ってるとやっぱうまくつながるんじゃないかなっていうふうに思いました。葛飾ジャズフェスティバルっていうところに出るときに、この最後のアクトっていうバンド、鳥のバンドの人が、天沼さんっていう人が、大君と喋ってるっていう映画ではなってたんですけど、これはもともと澤部君が話してるっていう、漫画ではなってます。でもこれ多分変えたことによって、そのうまくスムーズにつながるようになるんだなっていうのは分かったので、これはでも内容的には同じような、ちょっとこう嫌な感じになるっていう感じですね。でもその、よくあるあるなんですよ。でもやっぱりこう、ジャズミュージシャンそうなんですよ。やっぱりこう、年代重ねていくとやっぱ守りに入ってくるし、いろんな知識が入ってくるから、だからそのなんかこうイケイケでこう音楽、頭の中の音楽だけで出すっていうところに対してこうなんていうのかな、こう違和感があったりとか衝突したりとかするっていうのは僕らでもよくあったんで、こういうのもすごくよく描写されてるなと思いました。僕もね、ああいうこうストリートとかフェスとかよく出るので、フェスの雰囲気作り、要はもともとのコンサートホールじゃないとこ、コンサートホールみたいにしてるとことか、そのホールみたいなところにパイプ室並べてるとか空気感とか PA さんの雰囲気とか、これがめちゃくちゃリアリティがあるんですね、描写がね。だからすごいこれは本当に石塚さんが本当にいろんなこと知ってるなっていうとか、多分リサーチされたのか、もう自分の経験に書かれてるかもしれないですけど、すごくそういうところがね、あるあるで良かったですね。でアクトが演奏を見た後に、結局唖然としてそのまま終わっちゃってるんですけど、漫画ではそのアクトはその彼らの本気演奏に引っ張られて、今までにないような演奏をグーってこう本気演奏をしていて、でお客もその大工もイエーイって言ってるっていうシーンがあるんですけど、大も声援を送ってるってシーンがあるんですけど、これはすごく良かったなと思う。この辺ちょっと省かれてるのは残念だったなと思いますが、時間の関係上仕方がないですよね。
はい、ブルージャイアントの意味っていうのは一番最後の映画でも言ってて、かっこいいし言葉だったと思うんですけど、要は、ブルージャイアントっていうのはもう熱すぎて赤じゃなくてブルーになっちゃって、そんなすごい演奏する人たちをそのユイさんの仲間の中でブルージャイアントと呼んでるという漫画ではね、お父さんには説明してるんですよ。ブルージャイアンって知ってますかって言って、僕らはそういう風に呼んでるんです、第2話それがあるみたいな話をしてて、で第2話最後こう、ドイツに行く前にブルージャイアントって知ってるかって話するんですけど、その意味は説明しないままスマホで調べたら全然違う意味が載ってて、どういうことだろうって思いながらそのドイツに行くっていうシーンがあるんですよ。でそういうのも知ってるとね、あ、カットされてるけど、あ、そういう意味面白いなって思ったりするかなと思います。映画でも描写があったと思うんですけど、ピアノのあの、ゆきのりくん自体がですね、澤部くんですね、が、始めた理由としては、葵ちゃんっていう女の子がいて、それがお母さんのとこに習いに来てて、その人を見てピアノ始めたんだって話があるじゃないですか。漫画ではですね、ジャスのライブを見に来て、ゆきちゃん続けてたのねって言って挨拶に来る、シーンがあるんですよ。で、これは僕のあの、推測なんですけど、ソーブルにそのジャスが出た時にね、澤部くんが来れないって聞いて、ユキちゃんって言ってた女の子がいたんですね。これ誰だったっけな、なんか澤部くんの彼女だったっけなってずっと思ってたけど、これもしかしたら葵ちゃんじゃなかったのかなっていうふうに思ってます。こちらの方ですね、皆さんのような事情が分かってる人とか、あ、こうじゃねっていう方はぜひコメント欄に書いていただけたらと思います。この映画全体のテーマとしてですね、僕がまあ感じるというのは、まあ、やっぱり自分自身を吹くっていうのが漫画で結構表現されてたんですけど、いわゆるそのテクニックが上手くてこじんまりした感動ぐらいまでの演奏ではなくて、本当に心から音楽が愛してて、音楽が自分から踏まれてくるっていう演奏をずっと大事にするっていう、これがなかなかね、プロでやってるとそれができなくなってくるんですよ。でそれをすごくこうテーマとして書かれてるんじゃないかなっていうふうに、多分ね、すごい石塚さんも音楽好きだからそうなんじゃないかなと思いました。最後のエピソードはもう最高でした。これは本当に僕は映画の方が好きですね、なのでこれは映画を見てからのお楽しみで、皆さん、映画見た人で感動したとか、あ、なんかこれは漫画の方が良かったなっていう人は思った人は、なんかコメント欄に書いていただけると盛り上がるかなと思うので、ぜひ書いていただきたいなと思います。はい、というわけでございました。長々とお話ししましたが、ブルージャイアント面白い漫画ですし、漫画もぜひ読んでいただきたい。きっかけとしてはね、映画から先パッて見て内容を見てから漫画読むと、漫画の方が僕は面白いなと思います。でもその最後のシーンは映画の方が良かったし、どっちもいいなと思って、やっぱり僕もですね、全巻読み直しましたんでね、本当にいい漫画ですし、まだ今その先続いてますから、ドイツ編、アメリカ編っていうのに続いてるので、ぜひその辺もね、みんな読み漁っていただいて、応援すると多分それも映画化されるんじゃないかなって僕も楽しみにしてるので、皆さんもぜひ応援していただきたいと思いますし、僕も今後も全力でブルージャイアント皆さんに進めていきたいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。